はい、こんにちは。札幌占い美容師サイマーションことです。今回はエクステなんですが、シールエクステ結構取れます。まあ、以前のレッスンではシールエクステの方を推しでやっていたんですけれども、やはりまあシールだと結構料金がかかってしまう。1本が細いとかですね、まあ結構ボリューム出なくていいんですけども、やっぱりシールは取れやすいということで、リピートになりづらい部分もやっぱあります。まあそこでですね、今回のエクステはチップなんですけど、まあ、チップってね、懐かしい感じすると思うんですよ。もう結構な歴史があるんですけど、まあ、最近のチップなんですが、こんな感じになってまして、これちょっともうだいぶ切っちゃったんですけど、釣り糸でこのような感じになってます。で、使い方としてはどういう風にするかっていうと、ここハサミで切って使います。で、このついてるこの、釣り糸についてる、これはまあもう捨てちゃうものになりますね。はい、まあこれただこういう風に止めるためについてるこう金具なので、これはまあいらないですね。この中のものだけを、使います。アウトラインとか取れやすいところ、やはりまあこれでもね十分取れないんですけれども、アウトラインとか取れちゃやばいなっていう場合は、僕はまっすぐですね、こうスライス取ってしまうと、で、まあちょっと今分かりやすいようにこの辺でやりますね。で、もみあげとかもつけるんですけど、まあ上の方が見やすいと思うんで、ちょっとここでやっていきたいと思います。ここに対して90度、それから、15度ぐらいですね。ここから15度の位置に、なんかこういう平たいダッカルとかあると、このままポチッと止めれちゃうんで結構楽かなと思います。で、ですね、やる場合はもうコーム使わないので、コーム使うと時間かかっちゃいますから、かぎ針をやって締めて通します。で、この時に受ける方ですね、受ける方を髪の毛が上、エクステが下っていう感じになります。わかりますか。はい、このような感じですね。そしてこう通りましたよね。そしたらなるべくね、このあんまり離してしまうと伸びてきた時目立っちゃうので、このシングルピンで三角形の左側をまず止めます。はい、前上がりに取ったら、そしたらですね、今度は、このエクステのここも、まあ本当に簡単なんで、これまあシールも簡単ですけど、まあシールより取れづらいのでクレームも少ないかなと思いますし、まあ、結構頑張ればすごい長持ちするんで、かなりいいかなと思いますよ。三角形の、先端がここに来ます。この真ん中の正中線をイメージしながら、Amazon で買う場合はもうこれがねセットで販売されてるんですよ。こういう感じで、このセットと、あとこのエクステですね。エクステは16インチとかって書いてるんで、この釣り糸のやつですね、これを買っていただいて、あとチップですね。チップはこのような感じに入ってます。はい、シリコンチップですね。このチップを買います。それだけですね。それですぐできちゃうので、練習はちょっとやればできるかなという感じなんで、ほぼほぼあとカットするときは毛先はセリングでこうぼかして。